はい、皆さんこんにちは、ラフィノの月塚です。撮影にご協力いただきます。はい、お願いします。クローブライドの相馬です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。エンブレムの、はい、数量限定で発売するこのラケットのカラーが出ますけれど、はい、まあ、この白のエンブレムは昨年ちょうど発表しまして、このラケットに関してはもう最初に公言しちゃってますけど、3年は継続しますので、3年まだまだご安心してお買い上げお願いします。代々エンブレムのシリーズって、まあ、海外でもともと企画したものをちょっと日本用にアレンジしたりしてきたもので、今回はもう我々、まあ、グローブライドの方で日本用に大きくアレンジして、全てを一新して作って出てきたのがエンブレム120です。で、110はもともとちょっと日本の方で開発してきたものなんで、それをベースに機能は追加になってます。で、それの新色っていうことになるんですけど、まず120で説明しちゃいますと、もうこれ我々独自の一番のテクノロジーですけど、テキストリームのテクノロジーで、このシャフトの部分と ATS、はい、ここにもテキストリームの素材を搭載して、インパクトの時のブレも少なくなって、振動吸収も良かったり、先に力があるんで、すごくストロークなんかでもすごく力強いボールが打てるようになってる上に、肘や手に響かないという、まあ、軽量あつらけ使われる方のお悩みを解消しているモデルになる。パラレルホールも搭載して、まあ、軽量あつらけですけど弾きすぎなくて、一度掴んでもくれるんでストロークもすごくしやすい。昨年、まあ、デビューして、おかげさまで売れ行き絶好調で、商品足らなくて申し訳ございません。ちょっとそうですね、そういうことがありましたねエンブレムの120の方は、あのフェースの形状がちょっと涙型というかティアドロップ形状で、ちょっと縦が長くて、で重さが 245g、まあ、軽量になっていて、操作性もしかも厚みとかあるんで打ち負けないラケットになってます。はい、このラケットはテンション割と高くというか、硬く張っても、もちろんローテーションでもいいんですけど、硬く割と固めに張ってもバタつかない、まあいろんな方にすごく使えるような仕上がりになってます。これまでのエンブレムってずっと、まあ、ダークグレー系のコスメティックだったんですけど、うん、もうちょっと明るい色にしてほしいだとか、楽しくしてほしいだとかで、昨年この白とシルバーのツートンに変えて、まあ、これはもうイメージ全く変わって、うん、好評なイメージですけれども、はい、ツアーのシリーズも白、これも白ばっかりで昨年行きました。はい、ただですね、この色に関しては私もいつもいじめられちゃってるんですけど、白出して好評と思いきや面白くないっていう人も世の中にはたくさんいらっしゃってですね、まあ、逆に言うとこう落ち着きすぎちゃう、ちょっと地味なというか、はい、シンプルすぎるとかですかね。僕も綺麗でいいと思ってるんですけどね、はい、いやおかげさまで人気もあるんですけど、まあそういったね、今回は高級感のある色ということで、このワインレッドを限定追加から、こっちは3年売りますんで、数量限定、なくなり次第終了の、はいはい、1回しか入荷してきます、はい、そして、まあ、このエンブレムの120の、まあ、姉妹モデルというか兄弟モデルでエンブレムの110です、はい、ケースサイズが110で16、18のパターンで、少しピッチが大きめになっています、ね、これは我々いろいろテストを重ねてこのストリングパターンに決めました。女子でダブルスたくさん出てる方、クラブプレーヤーでダブルスやってる方って、あんまりハードヒットじゃないんですけど、距離の長いボレーとか結構される方多いじゃないですか。その時にボールにペースが、要するにボールが当たった時に少しペース回転もかかって、コントロール深くコントロールできるような、ボレーの時にこうスライス回転かけやすいような、もちろんストリング、普通のストロークであったり、トータル的な性能もすごくいいんですけど、長いボレー打った時にすごくボールにペースを与えれるんで、リターンの時とか、まあ、回転かけてちょっと足元を落としやすかったりとか、まあ、そんなことも
しやすいパターンになっています。うん、重さは 255g で、はい、こちらもパラレルホール搭載して、はい、2ピーススロットで衝撃吸収もあったり、ストロークしっかり打てるようにテキストリムトワロンと ATS、はい、搭載しているというのがこの110です。はい、120と同じ限定カラーを12月予定しています。はい、同時にという形ですね。はい、数量限定で。はい、エンブレムの120とこのオニカルの X の115、はい、何が違うのって結構、まあ、そういうよくある質問1があるんですけど、X の115に関してはもうキャッチフレーズ鬼軽なんですけど、鬼のように軽くてもこれはもうご覧の通りのコアバックプレー性能の飛びの違うラケットで、もう本当にバックハンドバックボレーとか苦手な方でも簡単にラケットの操作性良くて面作って当てて返ってくれるような、もう本当に操作性最重視です。パワーどっちがあるのって言ったらこっちのエンブレムの方が全然パワーあります。多分僕も実際に打たせてもらって、はい、エンブレムの方が小さいスイングでしっかり飛ばせるっていう感じで、ね、はい、X の方なんかこれだけ軽いけどある程度本当自分がスイングしてこう打っていく感覚の中で使っていくイメージがあったので、ここ結構同じようなコンセプトでも印象は違ってきますね。だいぶ性格の違うラケットで、はい、で X の方はもう本当に軽く 236g にするために黒の塗装のない状態にクリアの塗装しかしてないような仕上げで、うん、なんとか軽く作ったラケットなんです。よくある質問2で、これ重さは同じなんですよ。 X の105の一番軽いのは255g で、はい、で105のフェースって実はこれもうフェースがボックスなんですよ、うん、フェースの部分、はい、でこれ実は X のテクノロジーが一番体感できるラケットのベースで、弾離れがこれ速くないんです。こちらの方が少し回転かけて打ちたい、回転かけたいなとか、あとはもちろん X のこのシャフトの機能でバックハンドがちょっと飛びが欲しいとかアシストして欲しいっていう方にはこちら、 X の方がどちらかというと同じようなスペックのモデルで比べた時に少しこうコントロール性が高いとか、ね、ある程度スイングをして使っていくようなイメージの方が多い感じですかね。はいはい、グリーンさんのラインナップの中で見てもこうなんて言ったらいいかな、軽量系とか、まあ、オーバーサイズ系のラケットのラインナップって結構豊富ですよね。はい、もともとですね、まあ、プリンスラケット誕生の大元をたどるとテニスをどうやって楽しくプレーできるかっていう発想からオーバーサイズ作ったブランドなんですよ。うん、テニスって若い方からもうすごくお年目しても生涯できるスポーツで、うん、我々はこの軽量厚らけのところまで、まあ、ラインナップを増やしていろんな方に長くテニス楽しんでもらおうと思って開発してますので、はいはい、もうテニスファンの味方です我々肘とか手首に優しいとか、うん、いろいろ考えてやってます。はいはい、すごい力を入れてる、まあ、プリンスさんのオーバーサイズ系のラケット、はい、ハイパー系のラケットっていうところですかね。はい、ぜひお試しください。はい